次は左手のウォーミングアップ、左指のウォーミングアップですね。これを始めたいと思います。初心者の方、もう子供から大人まで、今僕は皆さんにお渡ししたこの楽譜で教えているんですけど、この第4ポジション、普段だったらここ隣の D 線のアーの位置ですね、4で押さえた、このここでチューニングしますね。ここのチューニングするところに1の指を持っていって、でさらに G 線で押す、鳴らすと、これが D の音です。 G 線の D、 完全5度上なんですが、ここでハーモニクスを触る場所で押さえる。でここの位置って結構楽なんです。この下のね、ローポジションね、このローポジションを演奏するよりはるかに楽なんです。まずはここから僕は初心者を教えるんです。でどういう風に書いてるかって言ったら半音階なんですけど、スケールの練習なんです。これウォーミングアップの練習に参りたいと思います。これね、1の1って書いてある、場所、一番譜面のね、上の左に書いてありますが、子供でも大人でもここのハーモニクス、この D が鳴る位置ですね、ここに1を押さえます。チューニングの時はこう4の指で押さえてやります。大抵まあこのラの音ですね、このラの音のハーモニクス、この音でチューニングすることが多いんですが、この4の場所、同じ字、この1の指が入るところをゲーセンで、アルファベットをドイツ語で言います。もう日本のオーケストラはほとんどドイツ語でやってますので、それに慣れていただくことを兼ねて、ゲーセンのこの D、押さえるところね、オクターブこれで変わるんですよね、ハーモニクスと押さえてやる、このねポジションがすごく分かりやすいのは、ここのコントラバスのね、ネックのへこんでる場所ありますね、ここに親指を当ててこの D を押さえた時の位置、このね、このフォームをとにかく覚えてください。で、押さえた時にビブラートとかやってるとこう斜めにもなったりするんですが、2とか4の指押さえる時にその位置ですね、このフォーム、この形は覚えた上で、この練習の時半回やってますが、完璧な音程、いいです。最初はね、慣れるまで軽くこのハーモニクスを弾いてる時にものすごく軽く押さえてます。一番振動のないところがドンピシャの位置ですので、それより少し圧力を加えて、このぐらいで、しっかり押さえるとね、このぐらいになりますけど、最初は軽くでいいです。これができるようになったらつなげて、ちょうど1の6っていう場所になりますが、
1の2だと逆に M っていうマークをいろんな箇所につけてますけど、これはあのリズム感養うためにメトロノームと一緒にやるためなんです。ちょっとお見せしますね。これ今メトロノーム60なんですが、これをね一拍ずつ聞かないで、まあ慣れるまでは一拍ずつ聞いてもいいです。ただこのリズム感の練習も一緒に兼ねてますので、これをね2拍目と4拍目で聴くようにするんです。まあ、普通にメトロノームの60に合わせたとすると、こういう具合になります。これをメトロノーム裏、これはもう余裕がある方でいいです。リズムに自信がある方ね、これを2拍4拍で聴きます。要するに30にするんですね。次が、これはもっとあの練習ね重ねていったらあのどんどん実行してください。結局奇数拍を自分で弾かなきゃいけなくなると自分しか頼りになるものがないんですね。で偶数拍でメトロノームが合わせてくれるような形、これがね自然にあのメトロノームの音が聞こえるようになったら、かなりあなたのリズムがねしっかりしてきたことになります。であのよくあの打楽器がね僕らがあの刻んでる時に裏に音を入れてくれることあります。あのスイングでのスチッチッスチッチッワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、スチッスチッ、ハイハットですよね。ドラマーが左足、タギマは左足ですね、ギッチョで。このね、2拍、4拍。このね、リズムが、こういう練習やってるとより聞きやすくなってきます。で、自分が奇数拍で弾いてると、まるで自分についメトロノームがついてきてるような感覚にもなります。まあこれはね初心者はまだ大変かもしれないですけど、一応あの普段メトロノームに合わせて頭で合わせてもいいです。それでやって慣れてきたら、なるべくこの2拍4拍で聴いたり3連符の裏で聴いたりとかやるとすごくリズム感が慣れてきます。で大抵の人はリズム、そのメトロノームを合わせるときって頭で合わせるんですよね。でみんな合ってるような気になっちゃうんです、頭で合わせると。それをねうまくコントロールしてくれるので、この練習の仕方をすると、2の1オクターブからなんですけど、ここもハーモニクスで鳴らせられます。その下にありますよね。2の5になりますが、はい、ツワイ、この球種の場所でちゃんと弓を止められるように
スタートからやってましたけど、これはちゃんと意識してください。それ意識しないとね、でね、休止になっても音は入っちゃうことがあります。最初ね、ってやりましたよね。これもね、これだとね、メリハリが悪くなるんですね。で、あのアンサンブルやってる時に休止になってんのに、あのそこで演奏しちゃうとやっぱり他の方の邪魔になっちゃう。だからちゃんと休止のところは休むように。これがまず準備として大事なこと、練習方法です。で、続けていきますとね、4の1の A、これ4の1の B とちょっとね違いますけど、この4の1のね B はね、最初にやった休符付きですね。これをね、あえて逆にしたんですよ。どうしても慣れないと休符のところね、どうしても弾いちゃうことがあるから、もう最初弾いちゃってもいいっていうことで、4の1の A っていうのが、で4の2の A もやってみると、で4の1の4の2の B、休み。4の5の A、 これもローポジションになりますが、5の1になりますとちょっとリズム変わりますね。16分が入ってきて、で今度は逆からもね、今度は5の2だと、でこの練習法、まずオクターブまでですと、ずーっとねこう親指がねこうネックの裏、ずーっとレールの上を進んでるような形になります。弦が変わると少し位置が変わりますけど、この動きですね、表から見ても。この動き、弾いてない音があっても、あんまりこう、上げちゃわないように、すぐに次の音に入れるように、なるべく弦に近いところで、弾いてない指も用意しておいてください。親指がね、こう、ネックの裏、ずーっとレールの上を進んでるような形になります。弦が変わると少し位置が変わりますけど、この動きですね、表から見ても。この動き、弾いてない音があっても、
あんまりこう上げちゃわないようにすぐに次の音に入れるようになるべく弦に近いところで弾いてない指も用意しておいてください。そうするとね、ちょっとポルタメットみたいのが入っちゃいましたが気にしないでください。でこの動いていく時ですね、本当にゆっくりやるとこうこのポジションの形ありますけど、隣に行く時少しこう手をね縮めるようにしながら次はまた開いて、でまた縮めて開いてっていう動作が入ってきます。シャクトリムシいますよね、こうよくこう見やすい、こうあれこうですね。で一回一回休符が春休符ついてますけど、これも同じ3連符で休符取ってください。次は1-2、次つなげて、次ですね、2-1言いたいと思います。ここ第6ポジションの場所なんですけど、ここのねオクターブまで弾ければ大抵っていうか優しいオーケストラの曲はほとんどこの範囲で第6ポジションまでの間である程度弾けるようになります。そしてこの半音階ですけど、これを全ての弦でやってればオクターブまでね、全部の一応音を演奏っていうかね触れることになりますので、それぞれでホームがどういうふうに動くか、それを感じてもらいたいですね。でここの D の位置が楽だと言いましたけど、ここのねオクターブ行くときはこういうふうにやっぱり動きが変わりますね。ここもスライドするような形で、この2-1をやってみますね。押さえる自信がない人はこのハーモニクスから弾いてみてです。で低い音の方は必ず押さえててください。低い音より高い音を弾かなきゃいけない人は低い音の位置、指を絶対に押さえるように、要するにこういつも1の指がね押さえられたままになります。このフォームでやってると下からだとこうずっと1の指は押さえられた感じになります。それでここの下の開放弦からこの第4ポジションに来るまではほとんど似たようなフォームで上がっていきます。指と指の間がね少し縮んでいきますが、この動いていく時もゆっくり練習している時に
まるでこのシャクトリムシっていうか、上がる時に少し手が縮んで、で広がって、でまた縮んで広がって、で縮んで、わかりますよね、シャクトリムシ、こう伸びて縮んでって歩きますよね、シャクトリムシって。いや、こうかな、こうさ、伸びて縮んで伸びて縮んでやって歩いていますよね。それにちょっと似てます。ちょっと意識してくださるといいですね。で、あとポルタメントとかもかかってもいいです。もう一回やってみますね。その次のつなげる方をやってみましょう。こうなりますね。これが覚えられた下から、最初の一番と音をつなげて、ここには書いてませんが、これができたらね、隣の弦でもどんどん試していってください。一応これね、この半音階のは全部ゲーセンでやる形ばっかりしか書いてませんが、隣の弦も同じ指使いですので、指使いって低くなりますとね、ちょっとこのフォームが変わってきます。入り込みがねちょっと変わるんですよね。で、後ろ親指ですね、ここネックのところずっとこう横にずれるだけです。こうレールの上をずっとね動いているような感じになります。もちろんこの A 線弾いてる時とね、こっちの低い A 線弾いてる時では角度、そのラインが変わります。で、今これ伸ばしましたよね。以前はこういう書き方してなかったんです。上まで上がったらここで休み入れて、1、2、3、ってやってたんですが、これやっぱりね、結構皆さんね大変みたいなんで、慣れるために伸ばす音を入れました。この2分音符ね、これができたら次止めてください。これやっぱりなぜ止めるかって言ったら、演奏中ね、休符でちゃんと止められない人が結構コントラバス奏者って多いんですよ、慣れてない人はね。で、それでやっぱり他の楽器と重なって、それがいい場合もたまにあるかもしれないですけど、やはり切るところ切らないとその曲のね、ニュアンス変わっちゃうんで、それをぜひストップさせるためね、その辺はちゃんとリズム感一緒に持って同じ量の音だけ弾けるようにしてください。で、ちょっとね先いきますね。3の7の A になると、
今これ3連符でやってますけど、楽譜上では16部ありますよね。この16部次は3の3の A です。これね、ここで16分音符が入ります。こうなります。切るとこの先いきますね。3の4の A。次は3の5の A やってみます。3の6の B。この休符じゃないですけど、伸ばしてる音、手前のように2分音符伸ばしても構いません。でその次はね、やっぱり短く切りますけど、3の5の B ですけど、休み、こうですね。次が、こんなふうになりますね。こうやって手前から3連符できた感触を、これやめた。